今日も京都帝監督の勝利香です。よろしくお願いします。はい、あらすじは宮島彩っていう女の子がいるんですけど、その女の子がずっと一人で教室で落語を聞くっていう日常があったんですけど、そこの教室に急に劇団しぐれっていう演劇団体がやってきて、いろいろな宮島とかその劇団の人々の日常がどんどん変わっていくというあらすじです。そうですね、私もともとそんなに落語が好きっていうわけじゃなかったんですけど、1年の時に三田祭で慶応 その落語の研究会の落語を聞いてすごい感動して、いつか落語をモチーフにした映画を作りたいなってずっと思って、で私その大学で演劇をずっとやってたんですけど、その演劇ってたくさんの人がいてみんなでまとまって何かをするんですけど、その落語は一人で孤独なんですけど、その演劇と同じで人に何かを向けて何発してるっていうところにすごい惹かれて、落語をモチーフにして映画を撮りたいなと思いました。そうですね、自分が作ったキャラクターと比較的すごく似ている役者を見つけて、でそのキャラクターとその役者の中間点みたいなのを見つけるようにして、そのキャスティングを行いました。で出てる役者は主人公の女の子は違うサークルなんですけど、みんな私が所属してた創造工房インフロント部っていう慶応の演劇映画団体に所属してる大学生たちです。そうですね、やっぱりさっきもモチーフになってるって言ったんですけど、落語のシーンがすごく見どころになるんじゃないかなと思っています。であと就活をしてたので、その就活を通じていろいろ考えたこととか、大学生活でいろいろそのサークルにずっと入ってて感じたことなどをその脚本に混ぜて作ったので、そういうところに注目していただければいいなと思います。ご覧になった皆様が、皆様の今日も京都での日常が少しでもポジティブな方向に変わるといいなと思って作った作品です。すごい大好きな人たちと一緒に作った作品なので、私もすごい思い入れがあるので、もしよければ会場にいて、ご覧になった皆さん、私会場にいるので話しかけてください。お待ちしてます。ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。